矢野目孫一から1961年1月12日は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍中将。大分県出身。矢野目小四郎の長男として生まれる。1891年7月30日、陸軍主管学校を卒業。翌年3月21日、公平少尉に任官し、公平第一大隊付となる。 1894年10月7日、公平中尉に昇進し、1896年11月28日、陸軍方向学校高等科を優等で卒業。1897年10月25日公平大尉に昇進し、1900年12月20日、陸軍大学校を卒業。1902年2月18日、第12師団参謀に就任。 1903年5月1日公平少佐に昇進し、日露戦争に第四軍参謀として出征。1905年6月22日公平中佐に昇進し、1908年12月参謀本部要塞課長に就任。1910年11月30日公平大佐に昇進し、1912年1月15日海軍軍令部参謀憲法となる。 1912年9月、公平第14大隊長となり、1913年8月22日、第7師団参謀長に移動。1916年1月21日、陸軍少将に新旧市陸地測量部長に就任。1919年7月25日、陸軍中将に進み、東京湾要塞司令官に就任。 1920年8月に退面、同年12月、予備役に編入された。ありがとうございます。